はい、シロックマンです。はい、今日は赤川二郎の幽霊列車やってみたいと思います。アドベンチャーゲームですね。キングレコード、これ気になってたんですよね。初めてやります。音楽がですね、ドラクエのね、杉山浩一さんがね、音楽を担当してるということで気になってるのもありましたし、ゲームとしてもね、気になってたんで、やってみたいと思います。はい。赤川二郎原作、はい。のどかな田舎の温泉町、岩湯谷、駅長、大谷鉄道の証言。ええ、8人のお客さんは確かに6時15分発の始発列車に乗られました。時計が来るって言ってなかった。あ、え？時計が来るっていなかったって、6時の時報で会っているのを確認したばかりですよ。お客さんは大阪の問屋街のご主人たちだということです。そりゃまあ元気よく賑やかに列車に乗り込んでいきましたよ。渡瀬製造。原画。列車がホームを出て完全に見えなくなるまで私は見届けましたよ。ええ、いつもの習慣ですから発車直後の様子ですか。別に取り立て変わったことはなかったと思います。なんかいきなり尋問してるみたいな感じですね。列車が見えなくなるのを確認してまだ駅長室へ戻りました。杉山浩一、音楽ね。はい。ところが隣の大湯谷に着いた時にはお客さんの姿は影も形もなくなっているというじゃありませんか。隣の駅までわずか15分ですよ。その間に8人が、この線は単線ですし、15分の間にすれ違う列車なんてもちろんありません。車掌の森くんが車内を確認しに行ったら、確かに人のいた気配はあったらしいのです。読みかけの新聞雑誌が広げたものは座席に置いてあったし、飲みかけの缶ビールもあったそうです。でも、肝心の8人のお客さんの姿は列車のどこにも見当たりません。30年以上もこの線で勤務してますが、こんな事件もちろん初めてですよ。一体何がどうなっているのやら。繰り返して言いますけど、私も、車掌の森くんも、そして運転手の関谷くんも、8人の姿は確かにこの目で見たんです。で、まあ、ともかく何かあったに違いないと警察にお届けした次第です。謎幽霊列車。岩湯谷から大湯谷に向かう列車の中で8人の乗客が忽然と消えた。現代の神隠しか、乗客は4事件の世界へ、幽霊列車の謎とは、ありとあらゆる名文句が新聞や雑誌の紙面を語った。乗客を誘拐した宇宙人の代理という男が身代金を要求したという珍事件も起こった。だが、捜査は2週間経った今でも一向に進展しない。8人の乗客はあの列車からどこへ消えてしまったのか。それを、の謎を追うゲームってことかな。テレビや新聞の報道で日本中が騒然としている中、警察の名誉をかけて一人の男がそののどかな田舎町へ向かった。匿名を受けた男の名は警視庁捜査一課の警部宇野恭一。事件を解決する手がかりは未だになし。だが、硬い座席の同行列車に揺られ、宇野は単身岩湯谷に向かった。いや、今日寒いなぁ。
岩湯谷に、駅長大谷と申します。いや、宇野です。湯けむり荘からケンちゃんという男がお迎えに来るはずです。優しくしていい男がなんですが、優しくてかすぐに行きますからちょっとお待ちください。あ、動けるんや、こうやって横押したら。ちょっとアクションパートもあるのか。警察手帳。私は警察の者です。どうしたんですか。そんなこと分かっていますよ。これなんだか分かりますか。手錠でしょ。こっち行けないのか。こっち行けないのか。自動販売機これ。でも何もあれやな。こっち行けないの。行けないのか。多分この移動するのかな、どっかに。こっから、あれ、あ、ホーム。しかし妙な事件だな。ともかく今日はゆっくり休んで、明日の朝から早速調査だ。じゃ入れないのか。こんなでかい画面、なんていうのか、キャラクターのあれで移動するってファミコンでは珍しい気がするんですけどね。あんまり見たことないですよね。岩湯田の三重駅。宇野さん、ケンちゃんが来ましたよ。はい、どうぞよろしく。お疲れでしょう。ケンちゃん、早速、宿までお連れして、それではまたお話は聞くと思いますが、その時はよろしく。はい、いつでもどうぞ。お待ちしておりました。宇野警部、この旅館の主人の小島です。お世話になります。人がいますね、なんか。聞く。消えた8人。あの8人のお客さんについてお聞きしたいんですが、朝出発された時はとてもお元気だったんですけどね、しばらく経って町長さんから電話があってもうびっくりしましたよ。町長さんのことを聞きたいんですが、ずいぶん古い付き合いですよ。まあ飲み友達というところですな。これ一回一回こうせなあかんの？駅長。駅長さんのことですが、彼は真面目な男ですよ。次の町長さんは彼、やるって話です。一回一回こうやってやらんと話聞けないんや。ケンちゃんのこと聞きたいんですがね、うちに来てから長いからね、早く嫁さんもらってやらないとね。使うっていうのは、警察手帳、手帳。警察のものですが、もちろん存じてますよ。これでもいらないんでしょうかね。もう入っていいんちゃうのかな。いらっしゃいませ。この部屋の係をする上村と申します。いや、どうぞよろしく。あれ？行けないの？こっちに。ちょっと待って。この女の人どうやって話しかけんの？これ歩くの遅いなぁ。あ、行けた行けた。あ、聞く。ここでいいのか。消えた8人。早速だけど、例の8人のお客さん、どの部屋に泊まったのかね。
ここです。その時も私がお世話係をしていました。8人はその日何をしていたのかな。何ってお風呂に入って、その他別に、あ、お客さんもお風呂へどうぞ、そうだな、一風呂浴びてくるか。駅長さんのことを教えてください。この町では随分信用されていること人ですよ。これね、一回かこうせなあかんね。しかもここの時にめっちゃ動くの早いんですよ、コマンドが。はい、小島さんのことを少し聞きたいんですがね。この旅館のご主人です。蝶々さんのこと聞きたいんだけどね。蝶々さんの紹介でここに来たんです。父がお世話になった人です。ケンちゃんのことを教えてください。この旅館のお風呂番です。それからも庭の掃除も彼の担当です。刑事さん、お風呂へどうぞ。さっぱりしますよ。はいはい、じゃあ行ってきましょうか。玄関、大浴場、家族風呂、大浴場、玄関でどんな感じ？あ、ここか。あ、そうか、ここか。意味ないな。つうか、玄関からいきなり部屋に行くんや、これ。大浴場行こうか。あー、ここね。なんもないんちゃうの、これ。誰もいないし。望遠鏡調べる。ふむふむ、俺の顔もまんざら助けたもんじゃないな。調べる。ああ、そういうことか。カーソルやね。このカーソル動くの遅いな。使い捨て、歯ブラシと石鹸のパッケージが1個。これカーソル動くの早いわ。コーラでも1本。やめとこう。風呂上がりに冷たい風呂いっぱいだ。体重計。68キロってとこかしら。ちょっと太めね。なんだ君は。長井優子22歳。ねえ、あなた刑事さんなんでしょ。幽霊列車のことを調べに来たんでしょ。いきなり何を言うんだ。私、私立探偵気取りの暇な女子大生よ。ね、捜査の仲間に入れて。え？そうそう、おじさん、年いくつ？ 37 歳。そう、じゃあ、夫婦はダメね。私、あなたの姪ってことにするわ。え、いきなり？口説かれてる感じやな。大丈夫、絶対邪魔しないし、それどころかすごく強力な味方になることを受け合いよ。後でお部屋の方に行くわね。それじゃあまたね。なんだ、あの子は。いきなりなんかね、まあ普通なら嬉しいでしょうけど。じゃあ風呂入ろうか。玄関、部屋、浴室、家族風呂。あ、いい湯だな。あの、女中さんが熱心に進めるはずだよ。立派な風呂だね。家族風呂。いかんいかん、少し太ったぞ。これ文字がちょっとなんていうのかな。うん、少し腹を引っ込めなきゃ。このコマンドが出るのはちょっと遅いんですよね、これね。前田雑
貨店8000円なんだ、領収書か、あの小娘の忘れ物かな、取っといてやるか。何度でも見ても同じ観光案内のポスターだ。望遠鏡なんやこれ。玄関大浴場部屋、女の人おるんか。あ、おった。あら、お帰りなさい。君、本気かね。当たり前でしょう。さあ、始めましょうか。始めるって何を。決まってるでしょ、捜査よ。あらやら、変なこと考えてたでしょう。とにかく今日は早めに休んで、明日の朝、問題の6時15分、初の列車を見に行きましょう。今言うたら、パートナーができたってことですね、捜査の。でも見知らぬ女性に といきなりパートナーになるっていうのもちょっとおかしな話ですけど。そちらの綺麗なお方は、めいのゆうこです。どうぞよろしくお願いします。6時15分の列車を見たいんですがね、そろそろホームに入ると思います。これが問題の6時15分発の列車ね。入るんかい。ゆうこ、推理。ゆう、何もひらめかないわ、ごめんね。隣の駅が大湯谷ね。駅長さんは確かにお客さんが乗り込んだのを見たと証言しているんだ。こんな狭い駅だもん。発車の前に列車から降りたとしたら絶対見つかるわよね。運転席の窓。おや、東京の宇野警部さんですね。運転手の関谷です。発車までちょっと調べさせてもらいますよ。あ、入った。こんにちは、宇野さんですね。社長の森です。あ、こんな感じなんや。まあ可愛らしいですね。ミニスカートですしね。なんかセーラー服っぽいなこれ。やっぱりこの窓から飛び降りたって考えるのが一番自然ね。しかしいくらなんでも8人もゾロゾロと。他には異常なし、全くこの車両のどこから消えたって言うんだ。やっぱり現代の神隠しよ。これじゃ手がかりが何にもないわ。せめて現場の写真でもあればね。あ、そうだ。地元の警察に行ってみれば事件直後の車内の写真が手に入るかもよ。日本の温泉ベスト100だって行ってみたいわ。どうぞご自由に。でも刑事さんのアシスタントが終わるまでは我慢するわ。もう移動してもいいんちゃうのこれ。ホーム、余計無理そう。この8人のお客さんのこと聞きたいんですが、確かに来られましたよ。だけど発車した後のことはわかりません。ずっとこの席にいましたから。運転中何か変わったことはなかったですか？いえ、予定通り発車していつも通りのスピードで運転していましたよ。
煙草の小島さんをご存知ですか？ええ、よく知ってますよ。このところ随分繁盛しているみたいですね。忙しいってこぼしていましたよ。町長さんのことを教えてください。あの人は真面目な人ですよ。ちょっと近寄りがたい感じもありしますね。車掌の漏れさんはどんな人ですか？彼とのコンビは長いですからね。よく気が合ってますよ。無煙草のケンちゃんのことを教えてください。ほとんど付き合いがないんですが、よく働く男だっていつも小島さんが褒めてますよ。何もひらめかないわ、ごめんね。移動。電車の中もな、あれやしな。のお客さんについて教えてください。確かに私が切符にハサミを入れたんです。列車に乗られた時は大変 お元気そうでしたよ。ところが隣の駅に着いた時には誰も乗っていなかったというでしょう。警察の人がやってきて大騒ぎになってびっくりしましたよ。警察署ってどこにあるんですか？ほらすぐそこですよ。煙草の小島さんのことを教えてください。あの人はお客さんを玄関まで送ったそうですよ。町長さんについて教えてください。今回の事件では相当悩んでいますよ。最近全然元気がありません。車掌の森さんについて教えてください。仕事熱心な男ですよ。あの8人が列車から飛び降りたという人がいますが、そんなこと不可能だし、もしそうだとしたら彼が見逃すはずがないですよ。車掌の森さんについて教えてください。仕事熱心な男ですよ。さっきこれ見たいな。運転手。関谷さんについて教えてください。彼の親父さんも運転手だったんですよ。よくお世話になりました。カエルの子はカエルですね。カエルの子はカエルですねって、なんかちょっと変ですけどね、表現が。ケンちゃんのことを教えてください。おとなしい男ですよ。それだけか。これで、移動でいいんちゃうかな。警察行けますかね。いや、宇野さんお待ちしておりました。社長の武藤です。そちらの綺麗な方は、名の優子です。秘書役で無理やりついてきました。そうですか、どうぞよろしく。法向きか？聞く。ところでその後手がかりは、いやもうお手上げですわ。目撃者もなしですか？一人だけ現れたんです。トンネルのそばの陰で、あの日確かに列車に人が乗っていたのを見たというんですが、何しろ 8歳の子供の証言ですから本当かどうか。そうですか、とりあえず行ってみましょう。この町では実力者ですが、あの年でまだ独身なんですよ。あら、おじさまと同じね。あ、宇野さんもお一人でしたか。それはすみませんでした。町長さんのことをお聞きしたいのですが、立派な人ですよ。何しろこの町では一番の秀才です。駅長さんのことを教えてください。駅長か。
この町で生まれた人ですよ。次の町長さんになるって噂を聞きました。車掌、車掌の森さんのことをお聞きしたいのですが、ずいぶん長い間この県線に乗務してますよ。真面目でいい男です。運転手の関谷さんのことを教えてください。この町では古い家ですよ。親父さんもこの線の運転手をやっていたんです。ケン、湯煙荘のケンちゃんのことを聞きたいのですが、あの通り真面目でいい男ですよ。子供の頃から湯煙荘に住み込んでいましてね。使うってなんか持ってんのか。ああ、これはもう見せてもしょうがないな。これで移動でいいのかな。ゆうこ、ちょっと待って、まだ何も言えないわ。あれ、ちょっと待って、まだ移動できないのか。机、さすがに社長さんのデスクは大きいわね。犯罪の心理、226事件、昭和の犯罪、随分いっぱいありますなぁ。現場写真。あれ？このリングプールを見ると左利きの人がいたと考えられますな。それはどういうことですか？右利きの人と左利きの人では缶を開けた時にリングプールの曲がり方が微妙に違うんですよ。これは左利きの人が開けたものと思われますがね。そうですか、すぐに調べてみましょう。移動が出た。あー、でもこれあれかな、岩湯田駅、湯煙荘。あんまり変わらん気がするねんけどな。あ、100円ミッケ儲け、何やそれ。ゴミ箱、ずいぶん古い新聞が捨ててあるよ。お、幽霊列車の記事だ。え、さらにそれを調べることはできないのか。変わらんと思うねんな、言ってることは。おそらく部屋、警察、崖？崖行けるようになったん？ここか。お、問題の列車だ。人が乗ってるのが確かに見えるわ。写真を撮っておきましょうね。パチリ、やっぱり子供の証言は本当らしいな。ここからだと線路は見えないわ。岩肌がむき出してるし、木の根っこが露出してるわ。確かにこっから飛び降りたとしか考えられない感じはあるけどね。そんな下まで降りて調べてこいっていうの、宇野さんが行くなら後でついていくわ。ここは岩湯田と大湯田にのほぼ中間よね。二つの駅は何キロ離れてるの？ 10 キロくらいだね。ここで子供が8人を見たでしょう。その後すぐに飛び降りたとしても5キロの距離はある、歩いて元に戻るなんてね。列車の方は5分後には大湯田について大騒ぎになってるさ。その騒ぎの中8人がこっそり戻るなんて無理よね。
そんなに焦らないでまだ何も言えないわ。移動でいいんちゃうかな。警察署。左利きの人はいないそうです。まあ、右手が塞がっていて、左手で開けたということもありますからね。あの朝、こんなに早く出発するお客さんも必ず誰かが見送るんですよ。ちょっと会話変わったか。これも同じような会話になってるな。駅長。こういう情報はいいね。あとはあんまり関係なさそうやな。池森荘。この目で見送りましたよ。変わらんな、言ってることは。ホーム。ああ、もう中入れなくなってんのか。駅というか、電車の中入れないね。女中は、同じこと、あんま変わらないね、言ってることね。おかえりなさい。君はいつもお茶を入れてくれるんだね。ええ、私の仕事ですから。ありがとう。君の入れたお茶を飲むとほっとするよ。8人のお客さんによく覚えているかな。いつも部屋を暗くしていらしたのではっきり覚えてません。もうこういう情報はいいねんな。ちょっと行き詰まってきた感じやな。あ、写真があるんか。あ、そうかそうか。見せる。領収書？ちょっと言えません。刑事さん、きっとこの事件は解決しますよ。私はそう信じています。ちょっと、なんつうのかなぁ。あんまり意味なさそうやな、ここは。解決しますって、もうねぇ。まあ、そうか、そうかもしれんけど、見せる。領収書ですね。これがどうかしましたか。問題の列車ですね。この列車の中はどうやって消えたんですかね。いろんな人にちょっとね、移動。
前田雑貨店は駅前商店街にありますよ。後で行ってみましょう。この写真を見てください。あ、子供の証言があった場所ですね。本当だ。確かに人の影が見えますね。理由なんて考えられないと家族は言い張るんですがね。買い物はもっとは女房を任せですからね、わかりません。やっぱり走ってる列車から飛び降るなんて無理ですよ。商店街は増えてる。おー、いろいろある。いらっしゃいませ。このゲームはパスワードとかそういうのないのかな、セーブとか。あんたこの町の人じゃないわね。はい、東京から来ました。東京からわざわざ。それは大変ですね。残念だけど私は顔も見てないのよ。商品だな。こけしや名産品がいっぱいあるわ。この裏側にそろばんと金庫があるわ。これまた一個一個これ聞くのもめんどくさいけどな。ああ、湯煙村ね。この辺では一番立派な旅館だよ。小島さんはそこのご主人よ。あちゃあちゃあちゃ。これ一回一回こうやってせな聞けないっていうのがちょっとめんどくさいとこあるね。立派な人だよ。ずっと私のために働いてくれてるのよ。まあ、こういう情報はいらないもんな。とりあえず8人の謎を聞いていかないかんから。移動しましょう。いらっしゃい。お、この女の人に変わった。可愛らしいですよね、この風貌はね、すごく。そんなことで遊んでってよ。暇で仕方ないんだから。なんかあんまり意味ないような気がするな。叩く？パチンコ台、椅子、商品棚、両替機、床。どんどんお兄さん、玉が出ないよ。バカな真似はやめて、ただで玉なんか出るわけないでしょうが。急に音がうるさくなったね。高い椅子だな。お尻に良くないね。もう下品なんだから。ヨーグルトだか。お醤油やソースまであるわ。私じゃ無理だわ。手が届かないもん。ちょっと千円札入れたのに出ませんよ、どんどん。おい君、それは悪いジョークだよ。
残念です。とりあえず何も出てきません。あんまり意味なさそうやな。移動しましょう。今度は、劇場？ここなんか水着の女の子の写真があるやん。ポスター。おい、抽選で沖縄旅行をペアでご招待だって。うわ、素敵な人と行きたい。これは何？特に変わったところはないようだ。話すことはないね。邪魔だから帰ってくださいよ。いえ、失礼なあれやこと言うね。ずっしりと重いわね。なんともおかしな話をね、走ってる列車が8人とも消えるなんて。おばちゃんか、これ。答える必要ないでしょう。あんまり意味なさそう、ここも。パチンコ屋、スナック。私は東京から来た警察の者です。あら、刑事さんなの。例の幽霊列車のことで来たんでしょう。お役に立てなくてごめんなさい。私はあの8人には会ってないのよ。残念ながら、うちには来てくれなかったのよ。もしも寄ってくれていたら今頃この店も有名になったでしょうね。さすがお客さん、目が高いわ。それ、最高級のブランデーを一本お出ししましょうか。いや、今日はやめとくよ。それはね、フランス製の高級グラスよ。ポスター。あら、よくご存知ね。小島さんのお気に入りのバーボンよ。あんまり意味ないな、これ。あんまり意味なさそうやな。雑貨屋、ここ最後ですね。いらっしゃい。ニュース番組やってるわ。特に 大事件はないみたい。ビデオデッキですわ。ビデオの時代やったね、これね。お宅ではビデオはもう売ってるんですか？あ、いえ、それは店が暇な時に見るんです。売り物ではありません。これを調べるの、ちょっと勘弁してくださいよ。何か売り上げのお金が入ってるんよ。中に売り上げのお金が入ってるんですよ。あんまり意味ないのかな。さあ、会ってないから分かりませんね。あんまり意味ないような気がするなぁ。まあこんなもんにしときましょうか。なんかちょっと分かってきました。大体どういう感じのゲームかっていうのはね。はい、まあいいや、もう。はい、ちょっと飽きてきました。はい、じゃあこれで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。